超絶秘宝、冷凍庫の奥から2年前に作った牛すじ煮込みが発掘されました。食べられるのかどうか定かではありませんが、お肉を使用した汎用性の高い料理、ラグーソースのスパゲティを作ることに決定。じっくりと時間をかけて炒めた野菜の甘みと、とろっとろに煮込まれた牛すじ。あの時牛すじ煮込みを作っておいてよかった。ところで食べても大丈夫なのでしょうか。冷凍庫の奥から2年前に煮込んでおいた牛すじ煮込みを用意。果たして食べられるのでしょうか。玉ねぎと交代。お尻の部分を取り外します。頭の部分も取り外します。真っ二つにしたら皮を剥ぎ取りましょう。縦に切り込みを入れたら横にも切り込みを入れていきます。あとは一思いにカット、みじん切りにしておきます。次は人参。同様に頭とお尻を落としてからこんな感じにスライスしていきます。几帳面に整列していただいたところで千切りにしていきましょう。そしたら向きを変えてみじん切りに。なるべくギコギコやらずにワンストロークで切るのがポイントです。次はセロリ。やはり同様に細長くカットしていきます。筋が気になる方は取り除いてからカットしましょう。向きを変えます。そうです、みじん切りです。ニンニクもみじん切りに。野菜から水分が流出してしまわないように、すべての野菜たちを優しく一たちで切り終えましょう。整いました。すでに疲れた。フライパンにオリーブオイルをひいて、カットした野菜たちを投入。塩の浸透圧という謎の力を利用して炒めていきます。野菜たちをじっくりと炒めることでしっかりとした旨味と甘みを引き出します。ソフリットっていうらしいです。昨日 YouTube で見ました。気が済んだところでオリーブオイルをさらに追加。しっかりと水分を飛ばして香ばしい香りもまとわせてやりましょう。始めた時の半分程度の量になるまで焦がさないように頑張ってかき混ぜ続けます。もういいでしょうか。疲れた。お鍋とフライパンを用意。水とともに 1% 程度の塩を加えます。オリーブオイルをひいたフライパンの中に2年ものの牛すじ煮込みを投入。作り置きのトマトソースも加えていきます。通常はお肉に焼き色をしっかりとつけてメイラード反応というやつを引き起こし、香りを全体に移すと思いますが、今回はせっかくとろっとろに煮込んだ牛すじの柔らかい食感を尊重したいので、焼き目をつけずに序盤から崩していきます。同時にトマトソースも高温の油で炒めて酸味を飛ばしてマイルドな口当たりに。ローリエがないのでベイリーフを1枚。そっくりだし別に大丈夫だと思う。そこへ先ほど炒めておいた野菜たち。ソフリットを投入。赤ワインと共にじっくりと煮込んでおきます。いつものやつも癖で入れてしまいました。お湯が沸いたので生パスタを茹でていきます。その隙にベイリーフを外しておきましょう。表記時間の2割程度短く茹でた麺をソースに合わせます。麺にはまだまだ水分を吸う余力が残っているので、
フライパンの中でゆっくりと加熱。ソースの旨味を麺にしっかりと煮含ませていきます。焦げついてしまわないように時々水分を足して調整してやりましょう。気が済んだところで火を止めて粉チーズとバター、手早くかき混ぜて一体化させたら完成。お皿に盛り付けてから追い粉チーズ、ブラックペッパーで食欲をかきたてます。こんなもんでしょうか。酔っ払って携帯電話を持ったままお風呂で眠ってしまうことが多々あります。防水機能のついた携帯電話を水没させてしまったことはいい思い出。かなり重たいです。あんまり食べられない。今日は頑張ったのでハイボールのご褒美。